低山湖南交通、低山湖南交通株式会社、低山湖南交通は、滋賀県草津市山寺町188番地に本社を置く、滋賀低山グループのバス事業者、滋賀県湖南地域を中心に路線バスを運行している。貸切バス事業は1999年に、低山観光バス市外一時分社化されたが、2017年に、 定産湖南交通へ再統合された。かつてはタクシー業も行っていたが、現在は分社化されている。発着点とする駅により、系統番号が設定されており、系統番号の割り振りは以下の通りである。また始発バス停を基準として、系統番号を付与しているため、駅発駅にの系統の場合、往路と袋で系統番号が異なるケースもあった。 すべて田植営業所が運行。田植営業所の担当路線がほとんどだが、一部の路線は、草津営業所も担当。すべて草津営業所が運行。すべて草津営業所が運行。一六波総発便の一部のみ経由。すべて草津営業所が運行。すべて田植営,営業所が運行。また、過去にはこれ以外にも大津所前や京都市の河原町、お池。 三条京阪まで乗り入れる路線も存在した。車両はほとんどが三菱不走トラックバス製であるが南海バスから転属した日のレインボーとブルーリボーンが草津車庫に2台存在する。2005年まではブルドッグ不走、MP518 系が数台存在していた。2014年には関西で初めて全面デザインを変更した2代目。 エアロスターノンステップバスを導入した導入経緯については後日、また、蒸気ブルドッグ及び初期のエアロスター系を置き換える目的として2004年11月より南海バスのエアロスター M を2台導入し、2009年まで数多くの車両を置き換えてきた。2013年からは2台目エアロスターが導入されている。2015年にはエノデンバスとカンナ中バスから、 転属した二代目エアロスターワンステップバスが導入された。さらに2006年11月には、低三個南としては、初めての日野車、レインボー RJ が導入され、2007年7月に、もう一台、同年9月には、ブルーリボン風、ワンドマが導入された。1994年、南草津駅開業と共に22系統が設定される。この路線専用に、 県からの援助金を受けリフト付きエアロスター M が2台、市が22か500及び市が200か516導入される。しかし、2007年頃、516号車のリフトが故障し、同年7月に22系統から撤退、他の路線で普通車扱いとして運行されていたが、車令13年にもかかわらず、同年10月に廃車となった。 その後500号車も8月末で撤退、こちらは先に撤退した516号車より早く廃車された。これらの2台が廃車された後は、通常の車両での運行だったが、沿線に複数の障害者関連施設があることから、利用者からの苦情が多く、田植え営業所所属のノンステップバスが、数多く運用にいる、市外外世帯機系統の延長も検討されたが、 運賃が割高であるため白紙化。翌年4月より、田ウエ営業所から、ノンステップバス1台、シガ22か 772KCMP747M 転続し、この問題は一旦解決された。しかし、草津営業所のノンステップバスは、この1台しかおらず、故障や車両点検の際には、通常の車両で代走することも多く、 かつ他の同年代の車両と比較して老朽化も、早まり末期には、ゆえが頻発し、公式サイト上に、お詫び文が掲載されるほどであった。2014年5月頃にこの問題を解決すべく、戦国コミュニティバス専用車として導入され、廃車後、約1年ほど旧車状態となっていた南海バスの二大目、エアロスターノンステップバス。 市が200か1の 01KCMP747M を中古導入し、1001号車を当該運用に固定した上で772号車を予備車に転換した。その後、同年8月に前日した新型エアロスターノンステップバス市が200か10の 10KGMP38FM が田植営業所に導入され、これにより余剰となったノンステップバス1台。 死が22百 771KCMP747M を草津に転属させた上で772号車が、代替廃車となったため、この問いは解消された。現在は771号車と1 0 0 1号車及び、後に追加導入された1001号車と同型の死が、200か10の21の3台が、交互に運用に入っており、特に1001号車と1021号車は、 他の通常路線での運用入ることもある。2011年7月、大津市内の路線バスのバス停で、車椅子の乗客男性が、降車時に転倒した。男性は、乗務員の介助がなかったからだとして抗議したが、低産湖南交通は、バス停の道幅が狭く安全性が確保できないとして、同社の約160カ所の停留所のうち、約130カ所で、 車椅子利用者の乗車を拒否した。これに対し、国土交通省緊急入局は2012年1月13日に、定産湖南交通に、文書で警告を行った。その後、最初の問題発覚から8年後の2019年、令和元年7月3日にまた同様の問題を、起こした、女性1名、男性1名及び介助者1名の、 計算名で後続のバスまで40分以上待たされた。これにより近畿運輸局は同年9月26日から30日間の事業用自動車2台の使用停止とする行政処分を行う。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。